結構ボリューミーな感じが、結構ボリューミーな感じが、あのね、まさかのこれさ、ブロックなんだけど、ブロックで組み立てる、残念な生き物辞典。めちゃめちゃなんかレアな感じしない？ブロックで組み立てるさ、残念な生き物辞典に出てくる、メンツがブロックになって登場してるってわけでしょ。めちゃめちゃレアな感じするんだけど、あ、ちょっと待って、全然切れてるよ。反対側が切れてる。テープあるところ切って、で、パカリス主号と開けまして、で、わ、こういうブロック、あ、前の船と共通かも。船に乗せられるんじゃねえかな。で、ラインナップがね、残念だ。生き物、ハシビロコウがいんの。めちゃめちゃ欲しくて、あと、メンダコ。メンダコとハシビロコとダイオウイカが俺マジで欲しくて。あと、アルパカとアデリーペンギンにカピバラ。でもって今開封したのアデリーペンギンだ。まずはブロックを全部出してみる。結構パーツ多いかな。あー、どうだろう。微妙だね。まずはペンギンちゃんの土台作りか。これ、あ、船のやつとかでかいかもしれない。俺船のやつと同じかなと思ったんだけど、ブロックで動物を作れるって楽しいよね。可愛いし、絶対。メンダコとかマジで楽しみだわ、メンダコ。で、これ、足かな？これペンギンちゃんの足かな？足っぽくない？ほら、ペンギンちゃんの足っぽい感じになったね。違うな。これが足か。これが足か。さっきの何なんだんだじゃん。これが足で、こういう風にさっき作ったやつをこう合わせて、パーツ合わせて、ここにつけるんだって。尻尾か、さっきの。すげえ、ペンギンに見えるわ、ガチで。ほら。もうペンギンに見える。ペンギンに見えるね、ちゃんとね。面白い。で、次がゴッソンガフェイス。まずはね、くちばしついてる、このパーツ、これ。特徴的なペンギンの、くちばしだろうね、これね。このパーツをここにつけて、こういう風にして、お次に、このパーツをまずここにつけて、もう一個ね、同じパーツがあるので、それを、ここにつけるわけですな。あ、ペンギンだ！ペンギンの顔にしか見えないもん。これマジすげえ。ペンギンじゃねえか。で、胴体につけたら、完成。アデリーペンギンすげえ。ブロックでペンギンができた。たださ、パーツ余ってんだけど、これ。あ、そういうことね。ブロックは多めに入ってるって書いてあったから、使わないパーツもあるんだね。で、あとはね、これで、海っていうか、氷か。氷の上を作るわけだな。こういう風に。セッティングして面白いねこれ考えた人天才だわ。アデリーペンギンのブロックでやるめっちゃ可愛いじゃん。アデリーペンギンすげえ。これはメンダコとダイオウイカとハシビロコ期待できるよ、この分だと。でもってこれがなんだろうな、若くするのはもうダイオウイカ、できればラストに組み立てたいな。ラスボスダイオウイカ、ダイオウイカやっぱラスボスっしょ。ハシビロコでもいいけど、おっと、あー、カッピーじゃねえか、これ。カピバラじゃない、色的に。多分そうだな、カッピーだな。多分、あ、違う、アルパカだ、ごめん。カッピーもっと濃いわ。アルパッカか。アルパッカ。アルパッカちゃんの首を、あー、見慣れた絵があるね。図鑑、辞典の。ふわ、ごぼん。気に入らないとゲロー吐くだっけ、これ。確か。いやー、これ、冗談抜きですごくないこれ。こんな思いつくブロックで、いや、たまにさ、レゴとかでさ、めっちゃすごいもん作っちゃう人いるじゃん。そんな感じのなんか、感動でね、見た時の。うのめっちゃ発達してんだろうな、こういうのつっている人って。すごくないこれ。こんな想像つかんくない？すげえ、もうアルパカにしか見えないもん。ゲロが見えるって、ボコブボってゲロが、家き、見えるね、なんか。すげえ、これがアルパカ。でけえ、超でけえ。そしてね、あ、これ軽いからメンダコかもしれない。メンダコかな？まあ、メンダコホッピーアイも出てもいいんだけど、俺大好きなメンダコ。ホッピーアイも出てもいいけど、ダイオウイカラストに組み立てたい。どう？あ、やっぱ赤いからメンダコホッピーアイじゃない。他に赤い子、あ、ダイオウイカかも。やべえ。ダイオウイカ、あー、やべえ。ダイオウイカ、ちょっと待って、ごめんごめん。これ最後にさ、見ようよ、これ。最後にこれラスボス。ミスった。まさかもう引いてしまうなんてな。ちょ、ミスった。ダイオウイカはやっぱ、最後に見たいね。ダイオウイカはね。で、あ、これがメンダコだわ。グリーンのなんかワカメみたいな横にあったよね。メンダコの横にね。これは、ほらほら、これ。これ、メンダコホッピーアイ。いや、来たか、メンダコ。かわいいだろうな。めっちゃ簡単だわ、多分。ちっちゃ。めちゃめちゃ簡単だぞ、これ。で、ワカメみたいなのがあるんだよね。
海藻だよね、これね。あー、かわいい。ベンダゴホッピーアイ。おわん。結構でかくね？もっと、いや、2個入ってたからさ、もっとちっちゃいかと思ったら、ここかわいい。これめちゃめちゃかわいいんだけど。ベンダゴホッピーアイのブロック。俺、ベンダゴ集めてるからさ、これめちゃくちゃ出て、海藻ですよ。海藻があってね。この2個分だからちっちゃいと思ったら、こんなでかかった。俺ほんとこんぐらいかと思った。メンダゴホッピーアイ。こんなでかいとは。すげえ。しかも海藻もセットです。メンダゴホッピーアイ。これナンバーワンか。でもダイオウイカっしょ。やっぱ。いやでもわかんなくなってきた。こんなでかいと思わんかったわ、メンダゴ。超かわいい。これちょっとね、ボリューミーな感じするんだよね。カッピーかな。カッピーさ、2体あるじゃん。だからちょっと重たいかもしれない。カッピー。アルパカもね、結構重たい感じ。したんだけれど、ディリリッディリリ、ハシビロコ、まあいいや、ハシビロコ食い立てるか、先に出しちゃった。ハシビロコもめっちゃ欲しかったな、ブロックのハッシ。うわぁ、嬉しい。ハシビロコ、こんなんなんだね、ちゃんとね。ちゃんとハシビロコになってるよ。この通りブロックの、この通りで組み立てていくと、ちゃんとハシビロコになる。感動じゃない？これ結構。すごいね、ブロックでちゃんと動物たちになるんだもんね、生き物にね。正直ね、いやーごめんなさい、もう謝るわ。正直舐めてた。こんなにクオリティ高いと思わんかった。いや、まずこんなでかいと思わんかったんだって、マジで。しかも実際組み立ててみたらマジで走れる子。しかもちょっとカロスル。カロスルルルッドゥ、カロドゥッドゥ。すごくないこれ。どっからどう見ても走れる子だよね。これ、書いてなくても分かるよ。この動物なんだろうって聞かれたらさ、ハシビロコでしょみたいな。書いてなくても分かるよね。すごいわ。メンダコなんて一発で分かるし。ペンギンも分かるし、アデリーペンギン。で、アルパカも分かるし。全部この子たち見ただけで分かるね。すげえ。いや、これ面白いわ。第2弾出してほしいな。今回試し買い。っていうかさ、ここまで期待して買ってなかったんだよね。ただ面白そうだな。俺残念な生き物自体好きだからさ、面白そうだなと思ってさ、みんなで見たいなと思って買ったんだよね。そしたらめちゃめちゃ良かった。で、これがカッピーでしょ？カッピー。カピバラ。で、カッピー2体いたよな。カッピー。すげえなぁ。ほら、2体、あ、それ水に入っている子と、地上に出てる子が2体いるはずだから、カッピーをね。おーすげえ、マジカッピーに見える、カピバラに見えるね。面白いな、ブロック。で、ラスボス次、ダイオウイカあるからね、ダイオウイカ。いや、不思議だわ。なんでブロックなのにカッピーに見えるんだろう。いや、もうカピバラにしか見えなくない？カッピーだよね、もうこれ。で、この黒いパーツはすごいいいね。目になったり、足になったり。すごく重要なパーツだな、これ。めちゃめちゃで、お湯にね。使ってる温泉に入ってるカッピーみたいな、水に入ってるカッピーみたいな感じでこうめっちゃいいわ。もうカッピーでしか本当に見えない。すごいなこれ。このシリーズ自分の手で作れるのがいいよね。ハシベロコをブロックで作る。ハッシーでかすぎる。ハッシー見て、あのデカさ。ハッシー一番でかいかもしれない。ただラスボッシーがいる。ラスボッシーなんだけど、ただね、パーツの量見る限りね、ハッシーの方があるんだよね。説明書を見る限りなんかトリッキーな感じがするけどね。でもパーツが人工衛星みたいなパーツもあるし、ここに触手をつけるんだね。でダイオウイカが完成するということで、パーツは21個、パーツ数書いてるからパーツ多いのが、確かにハッシーがね、ハシベロコが23で多分一番多いと思うな。あ、でも、あ、カッピーだわ。そうか、2体いるからか。カッピー27個あってパーツ数。メンダコが22個でしょ。で、アデリ、アルパカが23個で、ペンギンちゃんが、18個。そうか、カッピーが一番パート数で言うと多いんだね。では、では最後のね、ダイオウイカを組み立てて終わりにしましょうか。いやー、いい商品、面白かったわ、これ。第2弾ぜひね、出してほしいね。他にもたくさんさ、いるからさ、自転に乗ってる動物たちが。で、これがもう頭だね。見た感じでもう頭。そして、お次はね、体の動き、こんなでけんな。胴体見て。すげえでかくなった。これ、胴体でしょ。一番やっぱ、でかいかも、もしかしたら。で、次に、これは触手をつける土台になるパーツかな。な、ここまでだとまだよくわかんない。で、黒いね、このパーツをぶち込むんだって。あ、目か！これ目だわ！ごめん、これ目だわ、きっと。目だ！おー、ダイオウイカちゃんの目ができましたね。そして次がね、この横の、
以外、この横のさ、この、なんだろう、リングの横の部分以外に、こう全部ね、こうつけていくんだって。ここは、あの、他の長い触手をつけるので、つけないと、いうことだよね。合ってるよね。こうつけていきまして、で、ここには他のやつつけるから、つけないで飛ばします。で、ここも、つけちゃっていいんだよね。で、ね、ここの両サイドには、なんかボールジョイントって新しい感じするよね。レゴとかってボールジョイントあったっけ？いや、全然覚えてないな。子供の頃はよくレゴで遊んでたんだけど、もう大人になってから全くいじってないから、レゴ。全然覚えてない。で、この長いね、あ、これが長い触手になるわけですな。で、もう片一方にもね、この触手をつきまして、すごい子はよくできてるわ。やっぱダイオウイカラスボスに持ってきて正解だったね。これぞ、ラスボスでガチャゴーン。そして、この状態までできたら、あとはもうね、これを、頭をつけるのみと、ここに。そうすれば、ダイオウイカさんの顔をできた。ダイオウイカ完成。やっぱね、俺ダイオウイカ一番、いや、でもね、どうしよう。ハシビロちゃんもすげえ良かったけど、俺ダイオウイカ大好きだからさ、でもハシビロちゃん見て。ハシビロちゃん。やばくない？あのデカさ。いや、どうしような、ボン、ボン、ボン。ダイオウイカもすごい良かったんだけどさ、ちょっとナンバーワン選べないかもしんない。かわいいな、ダイオウイカ。素晴らしい。レッドボディっていうのがいいね。いい感じ。なんか茹で上がってる感じで、この、タコでも良かった。なんかクラーケンみたいだね。クラーケン。でかいから、クラーケンのブロックみたいな感じで。いや、素晴らしい、揃ったわ。これで、全種類でありますと、ブロックで組み立てる、残念な生き物辞典、ハシビロコを、アルパカ、アデリーペンギンに、ダイオウ、ホオズキイカに、メンダコ、ホッピーアイに、カッピーとカピバラになる。カッピーだけ2体入ってんだよね。で、メンダコもなんか海藻みたいなものついてて、すごく良かった。でかいしな、しかもな、こんなにいい感じのブロックだと思わなかったからすげえびっくり。全部ね、それぞれの良さがあるのだが、やはり俺ダイオウイカファンだからさ、ぜひダイオウイカを、やっぱなん、やっぱメンダコも可愛いよね。メンダコホッピーアイ、すげえかい。で、ハシビロコ先輩のこのデカさだよね。カッピーの、殻を水に、温泉に入ってるのがいいよね。温泉に、湯に入ってる感じのカッピーになってるっていう、僕も入りたいよって追っかけてきてる感じで。いやー、ハシビロコいいわ。これナンバーワンかな？いや、ごめん、ダイオウイカ。お前ナンバーワンにしたかったけど、今回はハシビロコがナンバーワンということで、残念な生き物辞典のね、面白いブロックのフィギュアでした。他にもまだまだたくさんさ、いるからさ、俺できればハイトリス欲しいな。ハイトリスお前名前変えた方がいいんじゃないか。ハイトリス面白いよね、ここに書いてあるハイトリス。お前名前変えた方がいいだろうっていう。コウモリダコってさ、ホッピーアイだよね。コウモリダコも出てるし、いろんなさ、動物の面白い情報が書いてあるから、これすごい面白いんだよな。で、ハイトリソウがね、その中でもすごくお気に入りでさ、ハイトリソウのやつが、ちょっと欲しいね、ブロックね。ブロックでハイトリソウをさ、どうやって再現するのかすごく気になるな。いや、めっちゃ楽しみな。それではまた次回、次の残念な生き物辞典のね、ブロックのガチャガチャシリーズでお会いしましょう。いや、いいわ、これ、ほんといい感じ。ちょっと舐めてたな、これ。ちょっと舐めてた。ごめん、こんなにいい感じのね、商品だと思わなかった。これどんどん出してほしいね。第2弾、第3弾、第4弾とどんどん続いてってほしいな。第5弾、第6弾、記念すべき第10弾はシークレットアリーだよね。シークレットを作ってほしいね、これ。